それは多分 JR 東日本だけだと思う。この列車が運行する飯山線の沿線杉間台村は私の生まれ故郷です。どうだ皆さん、しばらくの間心のふるさとを巡る旅をお楽しみください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。外国旅ボイコットの地域です。担当いたしました車両は長野総合宮下です。終点の小町までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。半分でこの場所の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は大阪です。次の停車駅は9時29分、次は9時54分、深井山10時13分、ひばりの山温泉10時22分、森下原11時ちょうど、今11時22分、終点東京町には11時46分の到着です。列車は2号線で全車指定席です。お手持ちの指定席券の乗車番号、座席番号をお越しくださいでご利用いただきますようお願いいたします。お電話が各車両車内では他のお客様のお電話をお願いします。
ご家族が関西の庭園に訪れる方は、どうも。I can't get it.
ただいま、船の鉄道深島御線との臨時駅、豊野駅を通過しました。ここから飯山線の旅が始まります。Thank you.
皆さん、どうぞ進行方向右手の車窓をご覧ください。筑波川が見えてきました。筑波川は長野県内の呼び名で、新潟県にあると信濃川と呼ばれます。ご存知の通り、日本で一番長い川です。筑波川は千回曲がる川という名のごとく、ぐねぐねとあっちへ行ったりこっちに行ったりと曲がっています。新山県と一緒に長野県と新潟県と同じように流れています。この後も筑波川と大垣町を引き渡すお色気の旅をゆっくりと話しこちらに本日は作れるようになりました。
皆さんおなじみの評価ふるさとを作詞した高野辰之さんはこの辺りのご出身です。次の開催駅の周辺にその記念館があります。まもなく開催駅に到着します。
Thank you.
真ん中だけは飯山駅から、バスで行くことができます。